たのもそうじゃないそうですということで、今回はですね35枚目シングルアンダーセンター予想、はい、こちらやっていきたいと思います。35枚目シングルね、先日の商品概要、収録楽曲と歌唱メンバーが発表されて、アンダー楽曲もねしっかりありますよと、シャドウ側っていうねアンダー楽曲があるっていうことで、じゃあね気になってくるのはこのアンダーのセンター誰なのかっていうところですよね。まあ今回のアンダーメンバーも本当史上最強と言ってもいいね、もうメンツがすごいアンダーメンバー揃ってますから、メンバーがね揃ってるんで、ここの35枚目シングルのアンダーで今回センター誰なのかっていうのはね、予想してる人なんかもねいると思いますけども、大注目のアンダーだと思いますので、35枚目シングルアンダーメンバーだと思いますので、そのセンターをね、まあ今回は僕個人的にね、予想していきたいなと、誰なのかっていうのをね予想していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまずはね今回の35枚目シングルのアンダーメンバー見ていきたいと思うんですけど、35枚目シングルアンダーメンバーこんな感じとなっております。いやもうすごいねちょっとメンバーがもう圧巻というか、もう凄まじいメンバー、もう史上最強といってもね、もう過言じゃない、メンバーになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ人数的に言いますと全部で15人という感じになってるんですけれども、この中の誰かがセンターを務めると、今回のねアンダーのセンターを務めるっていうことで、まあ、今回はちょっと5人ね、僕のが勝手にねセンター候補じゃないけどセンター予想っていう形で、この中から5人ね上げていきたいなと思うんですけど、まず1人目は菅原さつき。まあもうさつきちゃんはもう大本命というか、やっぱ皆さんの中にもねセンター予想してる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕いまだに正直まだ全然ねその35枚目シングルのアンダーの活動というかもうね始まってないんで、まあ当たり前なのかもしれないけど、そのさつきちゃんがこうアンダーなのが信じられないというか、まあなんか信じられないって言ったらねちょっとあれ だけど、そのいい意味でまだ違和感があるっていう、今回アンダーにねさつきちゃんがいるっていうのがあるんですけど、まあね、選抜発表あった後の本人のブログだったりとかもそうですけど、まあ、今回ねさつきちゃんはアンダーとして活動するっていうことで、まあやっぱりまずは、まあ、僕もやっぱ一番可能性高いじゃないかなと思ってるのがさつきちゃんですね。もうさつきちゃんでしょっていう今回センターさつきちゃんでよいいじゃんっていう、さつきちゃんが一番センターふさわしいでしょって思うメンバーなんで、人気はもちろんですし、まあ、活躍もね、まあ、もちろんですけど、もうさつきちゃんしかいないんじゃないかなって、正直ね今回このね史上最強のもうそうそうたるメンバーを引っ張っていくじゃないけど、センターに立ってね引っ張っていくのはもうさつきちゃんなんじゃないかなと個人的にね思ってます。はい、じゃあ次ね2人目は筒井あやめ。まあ、あやめんもね、まあ、今回アンダーでの活動っていうことで、まあ、あやめんも全然あり得るというか、あやめんね、僕、トゥエルブスバスラでめちゃめちゃ好きになっちゃって、ね、完全にお前の感想なんだけど、あやめんめちゃめちゃ好きになっちゃって、トゥエルブスバスラで、パフォーマンスとか、その煽りとか、めちゃくちゃ、めちゃ良かったんで、あやめんはね夜明けでフロントになったりとか、まあ、選抜でもいろんな高ポジションやったりとかっていうね、本当にこう、まあ、選抜でいろんなポジションやってきて、で、まあ、今回、まあアンダーっていうね、感じなんで、本当にこういろんなポジションを経験してるメンバーだと思うんですけど、今回センターっていうポジション来るんじゃないかなっていうね、まあやめももちろん人気も活躍はもうね言わずもがなだと思いますし、そのライブでのパフォーマンスだったりとかっていうのもね、もうどんどんこうなんか引き込まれるように僕はなってるので、この中でね、まあ、今回4期生と5期生しかいないアンダーの中で、あやめんがガツンとね、もうここセンターバン立ってアンダー引っ張ってってくれるんじゃないかなっていうことで、僕はあやめんもね結構あるなと思っております。予想3人目は柴田優奈。はい、優奈ちゃんですね。まあ、優奈ちゃんも、まあ、久々かなのアンダーでの活動、今回ねアンダーでの活動っていうことで、まあ、ゆなちゃんもだってね、いいじゃん絶対
ゆなちゃんもいいじゃんって感じで、今ゆなちゃんね歌めちゃめちゃうまい。それもねテレビスパツラでもう改めてねもう感じたし、もう歌めちゃめちゃうまくてさ、まあ、パフォーマンスももうもちろんそのライブでのねパフォーマンス、まあ、歌でね引っ張っていくところも、もしねアンダラが開催されたらもう歌でメンバーをね引っ張っていくところもあるだろうし、まあ、ゆなちゃんに関しては今回アンダーになってこうセンターに立って、こうまたここから再出発じゃないけどそういう感じもするというか、そういう形で、今回センターに立ってまたこっから行くぞっていうところもあるんじゃないかなって思うし、ね、最近ね髪も切ってさめちゃめちゃ可愛かった、トゥルブズバスラでのねボブユナちゃんめちゃめちゃ可愛かったしね、ここでセンターを務めるっていうのは、ね、めちゃめちゃあるんじゃないかなと思います。予想4人目は富里奈央。まあなおなおね、まあ、なお前回初選抜で今回アンダーでの活動っていうね、感じですけれども、まあ、なおなおもね僕センターいいと思うんですよね。なおなおのセンターっていうのはもちろんねアンダーではセンターやったことないですけど、5期生曲のね考えないようにするでセンターやったりとか、まあ、他のライブでもね、センターもやってるし、その12スバサラ、最近の12スバサラでいうとボーダーをね5期生で披露するした時にセンターだったじゃないですか、なおなおセンターだったじゃないですか、まあ、そうこういうなおなおのねアンダー曲じゃないけど他のセンターを見た時にめちゃめちゃいいんだよね本当にめちゃめちゃ良くて、なんかなおなおのセンターはもちろんね、まあ、曲によってもだけど、なんか切なさをちょっとこう感じるというか儚さみたいなものを感じるのがなおなおのセンターだと僕は思っているので、まあ、今回のねアンダーの楽曲にもよりますけど、こうなおなおのセンターでちょっとこういい感じのねいい感じのね、あんなのセンターのシャドウ側来る可能性もねあると思うし、前回のね34番目シングルに引き続き、まあ、さつきちゃんもそうですけど、こうまた5期生がこうアンダーのセンターを務めるっていうね、ことも、まあ、今回4期生5期生しかいないんであれですけどっていうのもねあるんじゃないかなと、なおなおあるんじゃないかなと思います。次ラスト予想5人目は小川彩。もうこれはねまず推し面だからですまずはやっぱ僕の推し面なんで、もう推し面が何回センターになってもいつセンターになってもね嬉しいですから、まやちゃんもこうアンダーでセンター来るんじゃないかなっていうね、多分全然推し面だからっていう理由じゃなくても普通にこう客観的に見てもね全然あり得るメンバーなのかなってあやちゃんはと思うし、しかもあやちゃんは最近のアンダーのフォーメーションでずっとこう1列目のねセンターの横にいるじゃないですか。前回の34枚シングルアンダー曲の思い出が止まらなくなるでもセンターの横、アルノちゃんの、ね、横にいたし、その前の踏んでしまった33枚シングルアンダー曲でもミューちゃんのねセンターミューちゃんの隣にいたしっていう感じで、ここまでのアンダーのフォーメーションポジションを見てももう次はあやちゃんっていうのはねもうめちゃめちゃあると思うし、まあ、あやちゃんは本当にこうなんだろう、ライブでのパフォーマンスが凄まじいというか、本当にこうダンスだったりとか表情だったり、まあ、歌ももちろんですけど、でそれをこう曲に合わせてこういろんな色を持ってるというか、いろんなパフォーマンスができるっていうところもね本当にすごいなって、このライブでのパフォーマンス、あやちゃんのパフォーマンスすごいなって思うので、センター向きだなってめちゃめちゃ思うし、そういうパフォーマンス面でもだし、今最年少っていうね、中で今回アンダーセンターを務めてこうアンダーライブでも座長やってみたいなね、でよりあやちゃんがグッとなるグッと上がっていくよみたいなところ見たいなってね。あやちゃんが最年少なのもさ、もう、ね、6期生が入ってきますからこう残り少なくはなってきてるじゃないですか。その中で最年少っていう今センターに立つ、アンダーのセンターに立ってアンダーを引っ張っていくっていうのはめちゃくちゃいいんじゃないかと思うし、めちゃめちゃ見たいのよあやちゃんのセンター、まあ、あやちゃんセンターで言うとね5期生楽曲、前回ね34番シングルの5期生楽曲でセンター務めましたけど、それもめちゃめちゃ良かったんで本当に見たいなって、今回最強のアンダーメンバーを引っ張る最年少小川や、めちゃくちゃ見たいなと思います。はい、ということでね今回はちょっと5人挙げさせていただいたんですけれども、まあもう本当にねでも正直全員可能性僕はあるなと思ってて、全員今回はアンダーセンターになる可能性あるなって思ってて、まあ、今回挙げたね5人以外でも、まあ、まずやっぱアルノちゃんとかもね、もうもちろんあるなと思ったんですけど、まあ、アルノちゃん前回やってるというところで、まあ、2連続も全然あるんだよね。だからアルノちゃんもあるなと思うし、
まあ、あとはヤンちゃんに関してもねあるなと思ったんですけど、ヤンちゃんちょっと体調的に、まあ、トゥエルフツバツラもね休んでたしっていうところで、まあ、今回僕は挙げなかったですけど、もちろんヤンちゃんもねあるし、またダブルセンターっていうね可能性もあるんで、ダブルセンターってなったらね、まあ、ご規制同士のダブルセンターとかも熱そうだしね、さつきちゃんとあやちゃんとか、ね、アルノちゃんとあやちゃんとかさ、さつきちゃんとアルノちゃんとかさ、そういうこうご規制同士のダブルセンターとかも激アツだし、まあ、ダブルセンターで言うと僕はあやれいとかもね見たいなっていうね感じもあるし、本当にダブルセンターでもこういろんな組み合わせね、ルナちゃんとかもね、まあ、ダブルセンター単独センター問わずですけど、ルナちゃんとかもやっぱねまたセンター、さだ波は戻らない以来のねセンターに立つ可能性もあるなって思うし、本当に全メンバー可能性あるなって思うんですけど、ちょっと今回はその中でも、まあ、単独センターっていうところですけど、僕は5人ね、挙げさせていただきました。さつきちゃん、あやめん、ゆなちゃん、なおなお、あやちゃんのこの5人をね挙げさせていただきました。ぜひ皆さんの今回35枚目シングルのアンダーセンター予想もねコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってますので、概要欄からフォローしていただけたら嬉しいです。バイバイ。